残された時間。作久野。僕は必死に逃げていた。慣れ親しんだ愛する家族のいる家から死に物狂いで逃げ出したんだ。走って走って、心臓が破裂するんじゃないかと思うほど走り続けた。すぐ後ろを追ってきているような気がして、怖くて後ろを振り返ることもできなかった。捕まったら殺されてしまう。新しく来たあいつらは僕を噛み殺してしまうんだ。逃げる僕の背中にお母さんの声が聞こえてきたけど、僕は止まることができなかった。そして気がついたら、全く知らないところに来ていた。今までは家の周りが僕のすべてだったのに、そこが安心できる場所だったのに、あまりにもびっくりしすぎて、僕は遠くまで来すぎてしまったらしい。まだ心臓がバクバクしてる。僕は痛む心臓を落ち着かせようと、物陰に隠れて静かにしていた。そうしながら周囲に耳を澄ました。知らない土地に来てしまったのだから、いつ何が襲ってくるかもわからない。だからいつでも逃げ出せるように、僕は全身を固くしながら様子を伺っていた。やっと心臓が落ち着くと、急にお腹が空いてきた。帰りたいな。でも帰ってもきっとあの犬がいる。脳裏にさっきのことがよみがえる。怖いよ。殺されるかもしれない。あの犬がいなくならなければ僕は安心して帰れないよ。必死に逃げてきたけれど、帰ろうと思えば家までの道はわかるはずだ。すぐにでも帰りたい。でも結局悩みに悩んで、しばらく様子を見ようと考えた。そして僕は小さな庭の片隅に建てられていた物置の下で夜を明かした。次の日は雨だった。朝から冷たい雨が降り注ぎ、僕は物置の下に入ったまま空腹と戦った。目をつぶれば優しいお母さんとお父さん、わがままだけどよく遊んでくれた女の子のことが思い出された。女の子の名前は沙織。僕は沙織と遊んでいる夢を見続けた。3日目の朝、僕は沙織のもとへ帰りたくて泣いた。沙織、沙織、迎えに来てよ、沙織。でも、その声はか細くにゃーにゃーと聞こえたらしく、家の中からブカブカのサンダルを履いた女の子がバタバタと近づいてきた。僕は沙織が迎えに来てくれたのかと思って、つい物置の下から顔を出した。その拍子に女の子と目が合った。わあ、猫ちゃん。その声を聞いた途端、僕の体は硬直した。沙織じゃない。違うと思った瞬間、物置の下に潜り込んだ。
それからはとにかく動かないようにじっとしていた。どんなにお腹が空いてもそこにいさえすれば安全だと思い込んでいた。でも何日も食べずにいたら目が回りだした。女の子は朝と夕方僕のところにご飯を持ってきてくれた。それはおいしそうなかつぶしの匂いだったり煮干しの匂いだったりした。とうとう我慢ができなくなって今にも倒れそうになりながら、僕はなんとか餌だけを盗もうと考えた。そしてそーっとそーっと物置の下から顔を出して餌を食べ始めた。食べ始めるとおいしくて夢中になっていた。気がついたら女の子が少し離れたところでニコニコしながら僕を見ていた。僕はびっくりして物置の下に戻った。猫ちゃん、大丈夫だよ。何もしないから、いじめたりしない。約束するから。一人は寂しいでしょ？そこは寒いでしょ？ねえ、出てきて。お母さんもお父さんもあなたのことを飼ってもいいって言ってるの。あなたが私の膝に乗ってくれたら一緒にいていいって言ってるの。だからお願い、出てきて。僕は女の子の言葉のすべてが分かったわけじゃないけど、ただお父さん、お母さんという言葉だけは理解できた。そうか、お父さんとお母さんはこの家で僕が出てくるのをじっと待ってるんだな。それでこの子に僕が出てくるように話してくれってお願いしたんだ。きっとそうなんだ。そう思ったら僕は早くお父さんとお母さんに会いたくなって女の子のもとに近寄った。ちょっとでもいじめようとしたらすぐに逃げられるように身をかがめながら。女の子は僕の怖そうな姿を見ると手を出すこともなくじっとしていてくれた。ただ優しく僕に笑いかけて話しかけてくれるだけだった。僕は女の子の膝に手をかけた。家に入ったらお母さんとお父さんが待ってると思ってたけど、お母さんもお父さんも全くの別人だった。ただ優しいのは同じだったけど、女の子はみどりちゃん、沙織よりも少し大きかった。みどりの部屋には猫の写真がたくさん飾られていた。ピンクのベッドカバーは猫の柄だった。壁にかけられている洋服は高校というところの制服で、それを着てる写真もあった。でも、緑はその制服を着て学校へ行くことはなかった。だから、あの犬がいなくなるまでここにしばらくいようと考えた。ご飯はあるし、暖かいベッドでも眠れる。何よりも安心できたから。それによく考えると、あの犬はしばらく預かるだけだと言っていた。だから本当にしばらくすればあの犬たちはいなくなるはずなんだ。僕は緑に撫でられながら
そんなことを考えていた。ある時、緑は暖かい部屋で流れる音楽を聴きながら僕をじっと見つめていた。僕はいつもと違う雰囲気を緑に感じてじっと彼女を見つめた。すると緑は悲しそうな目を僕に落としてつぶやいた。こうちゃん、あなたはずっと私のそばにいてね。あなたが最後のお友達だから。どうやらこうちゃんとは僕のことらしい。でもなんで最後の友達なんだろう。みんな私から離れて先に天国へ行ってしまったの。でもこうちゃんは先には行かないよね。だってどんなに猫が短命でも残された私の時間よりは長いはずだから。だから最後までそばにいてね。僕はこの言葉で緑の時間が残りわずかなことを知った。できれば沙織やお父さんお母さんのところに帰りたいけど、僕は緑の最後の友達としてここにいようと決めた。ごめんね。あなたはきっと飼い猫さんなんでしょうね。きっとこうちゃんのことを探してる。でも大丈夫よ。私の時間はそんなに長くはないわ。だから私のわがままを聞いて。お願い。緑は目に涙をいっぱいためたまま必死にこらえているようだった。僕は背伸びをして緑の頬に頭をこすりつけた。大丈夫だよ。僕はずっとここにいる。緑の時間が尽きるまで僕はずっとここにいるからね。すべてを溶かしてしまうような暑い夏が来た。緑はどんどん弱っていった。夏が終わり、秋が過ぎようとした頃、緑は家からいなくなった。枝のように細くなった腕が、最後に僕の頭を撫で、そして、病院に、行ってくるね。泣かないで待っててね。そう言った。大丈夫だよ緑。僕は泣かない。緑が帰ってくるまで緑のベッドを温めてあげてるから、安心して行っておいで。そんな気持ちを込めて僕はにゃーっと泣いた。静かにドアが閉められ、車が家から遠くなっていった。緑は元気になって帰ってくると思っていた。絶対に元気になって帰ってくるんだと僕は疑わなかった。
それから1ヶ月後、北風が冷たく感じられた日だった。外に車が止まると玄関が開いて、お父さんとお母さんが帰ってきた。いつも病院から帰ってくると、どんなに疲れていてもちゃんと僕のご飯とトイレの掃除をしてくれるのに、その日はお母さんがずっと泣いていた。僕は恐る恐る階段を降りると、お母さんの膝に乗った。お母さん、どうしたの？お父さんもどうしたの？緑はまだ帰ってこないの？お母さんが僕を見て撫でてくれたけど、その手は涙で濡れていた。こうちゃん、緑がね、こうちゃんといられて幸せだったって。ありがとうね、こうちゃん。お母さん、どうしたの？緑がどうしたの？ねえ、緑はいつ帰ってくるの？どんなに聞いても、お母さんもお父さんも答えてくれなかった。ただ仏壇に緑の写真が飾られるようになって、僕は初めて緑が天国に行ったことを知った。そうか、緑の時間はなくなってしまったんだね。もう僕がこの家にいる意味がなくなったのか。僕は来る日も来る日も仏壇の前で考えていた。緑が言った言葉、緑は自分が死ぬまでそばにいてと言っていた。残りの時間は少ないからと。僕はもう必要なくなったんだね。帰ろう。きっとあの犬たちだってもういないだろう。今ならまだ帰り道を覚えている。きっと僕の帰りをお父さんもお母さんも沙織も待ってる。僕は仏壇の緑に向かってさよならを言う決心をしていた。そんな僕をお父さんが抱き上げた。そして膝の上に座らせると、線香に火をつけた。しばらく仏壇の前で考え事をしていたらしく、大きなため息をついた。こう、緑はこうくんと出会えて本当に幸せそうだったよ。ありがとう。こうくんは飼い猫だったんだろう。きっと飼い主が待ってるだろうな。でも頼みがある。そう言いながら僕を見下ろした。僕もまたお父さんを見上げながら、一言も聞き逃すまいと耳を澄ました。あのな、お母さんが緑がいなくなって寂しがっているんだよ。あのままでは病気になってしまう。緑がいなくなって、その上コウ君までいなくなったら、
だからそばにいてほしい。帰りたいかもしれないけど、もう少しお母さんが元気になるまでここにいてくれないかい。コウがいなくなったら。お父さんの言葉が止まった。きっとそれ以上は何も言えなかったんだろう。だって泣いたことのないお父さんが泣いてたんだから。僕はお父さんとお母さんが大好きだ。僕がここにいてもいいのなら、僕は二人が元気になるまでずっといるよ。ずっとここにいて二人を守り続けるよ。だからお父さん、もう泣かないで。僕はお父さんの涙をなめた。お父さんの悲しみを全部なめ尽くすように、元気になってほしくて一生懸命になめ続けた。幾度もの冬が来た。幾度もの春が来た。そしてもう数えきれないほどの命日が過ぎていった。笑うことのできなかったお母さんが僕を見て笑ってくれる。お酒を飲んでは泣いていたお父さんが僕と晩酌をするんだと言って僕を膝に抱いて撫でてくれる。こうやって僕たちはそれぞれ年を重ねて生きてきた。こうちゃん、もうすぐ新しい年が来るわね。そうだね。ヒーターのかすかな音が暖かさを増してくれる。こたつの中はちょうどいいくらいに暖かい。2階に行けばいまだに緑の部屋はそのままで、ピンクのベッドカバーに猫の柄だ。でも最近思うんだ、なんだか疲れたなって。僕は長生きしすぎたんじゃないだろうか。長生きしてね。お母さんが僕を撫でながらよく言ってたけど、その言葉の通り僕は長生きしすぎた。それでもお母さんを残してなんていけない。僕はもっともっと生きなくちゃならない。僕はとっても大事にされて、とっても愛されて生きてきた。たくさんの愛をもらった分だけ僕は頑張って生き続けるんだ。お母さんを看取るまで僕は頑張るんだ。ある日お母さんが倒れた。台所でふらふらしながら料理を作っていたけど、僕が気がついた時には倒れていた。僕は必死でニャーニャー泣いた。庭で作業をしていたお父さんが僕の泣き声を聞きつけてやってきた。それからは電話をしたり、白い服の男の人が二人来てお母さんを連れて行ったりした。多分お母さんを病院へ連れて行ったんだろう。病院へ行けば元気になって帰ってこれるから大丈夫さ。僕も具合が悪いと病院へ連れて行ってもらうけど、注射をして薬をもらって元気になれる。だから何の心配もないんだ。ただ少しだけ心配なのは
お母さんが年を取ってるということ。初めて会った頃みたいに元気ではつらつとしたお母さんじゃなくて、顔もシワだらけで歩き方もゆっくりで、でもきっと大丈夫、きっと元気になって帰ってくるから。僕の願いは神様には届かなかった。それは僕が猫だからだろうか、僕が人間の言葉を話せないからだろうか。元気になって帰ってくるはずだったのに、お母さんは小さな箱に入って帰ってきた。最初それがお母さんだなんてわからなかった。でもその箱の横に置かれたお母さんの写真は緑と同じように笑ってた。その写真が置かれたら、もう愛する人は帰っては来ない。僕は小さくなってしまったお父さんが心配だった。また緑の時みたいに泣いてしまうんじゃないかと本当に心配した。でもお父さんが言った。お母さんは寿命だったんだよ。残念なことに私を置いて先に行ってしまったけどね。私だってもうすぐお迎えが来るだろう。コウ君、ありがとう。そばにいてくれて本当にありがとう。そう言うと引き出しから一枚の紙を出し、じっと見つめた。きっとコウ君の飼い主は探してたんだ。これがきっとコウ君だったんだ。ごめんよ。それはよれよれで色の変わってしまった紙切れだった。広げられた紙には僕の写真が載っていた。なんて書かれているのかはわからないけど、お父さんはじっと悲しそうにその紙を見つめていた。緑が寂しがると思って飼い主さんにコウ君を返せなかった。緑が死んだら返そうと思っていたんだが、お母さんが寂しがってな。コウ君には本当にひどいことをした。お父さんは僕に目を向けた。その目は緑がいなくなったあの日よりももっともっと寂しそうだった。でもそのおかげで私たちは幸せだったよ。ありがとう。力なく立ち上がると電話を手にして、震える指先でゆっくりとボタンを押した。お父さんは電話に向かって何度も頭を下げて何度も何度も謝っていた。電話を切ると僕の頭を撫でながら、すぐにコウ君の飼い主さんが来てくれるよ。長い間ありがとう。お父さんは何を言っているんだろう。どんなに電話したってもう何十年も経ってるんだ。今さら帰れるわけないんだよ。
僕はいつも通り日の当たる窓辺で僕専用のクッションの上でまどろんでいた。これからはお父さんと二人っきりの生活だ。お互い年寄り同士、のんびり暮らしていけばいいよね。そんなことを考えながらまどろんでいたら、玄関のチャイムが鳴った。お父さんがゆっくりと立ち上がって、玄関へと歩いていく。そして、玄関を開けると、申し訳なさそうに頭を下げていた。挨拶が済んだのか、お客さんが家の中に入ってきた。マルタ、遠い記憶の中で呼ばれたような気がして、僕は目を開けた。女の人とおばあさんとおじいさんが僕を覗き込んでる。誰だろう。マルタ、忘れちゃった？沙織だよ。女の人はそう言うと、そっと僕を抱き上げた。マルタ、ごめんね。あの時は本当にごめんね。犬なんか預かるんじゃなかった。ごめんね。沙織？温かいぬくもりが僕の記憶を呼び覚ます。マルタ、ずっと探してたんだよ。生きててくれてありがとう。おばあさんが僕の頭を撫でた。おじいさんが嬉しそうに僕のお腹を撫でた。この手は、お父さん、お母さん。僕は嬉しさのあまり大きな音で喉を鳴らしていた。やっぱり覚えてたんですね。きっと帰りたかったんでしょう。それなのに私ら家族のために頑張ってくれて本当に申し訳なかったです。大事な家族を奪ってしまって。緑のお父さんが言うと、沙織のお父さんが首を振って言った。いいえ、短命な猫がこんなに生きられたのも可愛がってもらえた証拠です。ありがとうございました。僕はやっと会えた沙織の胸の中で二人の優しい言葉のやりとりを聞いていた。沙織のお父さんは僕を連れて帰るにあたって、緑のお父さんが一人になってしまうから寂しいだろうと気遣っていた。僕もそれが心配なんだ。きっとお父さんは一人でテレビを見ながら泣くだろう。だからお父さんの時間が終わるまで僕はそばにいてあげたい。私がこ、いえ、マルタ君といたら、もし私に何かあったら、マルタ君は残されてしまいます。それだけは絶対にあってはならないと思うんです。この子に寂しい思いはさせたくない。こんなに私ら家族を幸せにしてくれた子です。だからこそ今度はこの子に幸せになってほしいんです。
丸田君の残された時間をどうか受け止めてあげてください。よろしくお願いします。緑のお父さんは深々と頭を下げた。僕は沙織の運転する車でお母さんの膝に抱かれたままずっと夢に見てきた家に帰ってきた。あれから他の猫は飼わなかったと言っていた。僕はそれが本当かどうかを確かめるように、また安心できる場所を確認するために匂いを嗅いで回った。そして家中を探検し終わると、沙織の膝に乗ってゴロゴロと喉を鳴らした。お疲れ様、やっと帰ってきたね。沙織が優しく撫でてくれる。待ってたんだよ。よかった、お母さんが死ぬまでに帰ってきてくれて。嬉しそうなお母さんの声が聞こえてきた。お父さんは何も言わないけど、それでも嬉しそうなのは伝わってくる。マルタ、マルタのために新しいベッドを用意しておいたからね。いつ帰ってきてもいいように用意しておいたんだよ。そう言って沙織が僕をベッドに移動させた。僕はゆっくりとベッドの感触を手のひらで確かめて体を横たえた。それにしても本当に長生きしてるね。生まれて1年で出て行っちゃったからもう28歳か。本当に残り少ないのね。マルタの残りの時間を一緒に過ごそうね。僕は久しぶりの我が家で温かい言葉に包まれながら、あの時出て行ってしまったことは運命だったんだろうなと思っていた。そして年老いた今、こうして戻ってこれたのもきっと僕の運命なんだ。僕は心地よい家族のおしゃべりを聞きながらゆっくりと目を閉じた。いかがでしたでしょうか。この話は我が家にいた小さな猫が犬を預かったことでいなくなってしまった時のことをもとに書いています。この話のように幸せであってほしい、そんな願いを込めました。お楽しみいただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次のお話でお会いしましょう。